このコンテンツは音声だけでお送りします。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は給食にガンモの煮物が、出ました。もちろん知っているお友達もいたので、たくさんいっぱい食べておかわりとかしているお友達もいて、とっても嬉しかったんですけれど、年長組の竹組さんのクラスで、ある女の子がその煮物を見せてくれて、これ何って質問してくれたので、ガンモだよって教えてあげたんですね。そしたら暖炉とか言っていたので、周りのお友達が違うよ、暖炉だよとかあとは、団子だよとか、頑固だよとか、いろいろ言っているお友達もいて、そんな、その竹組さんと、そのちょっとした言葉遊びじゃないですけど、給食のお時間に、すごい楽しいお話をできて、とっても嬉しかったです。はい、明日は、11月生まれのお誕生日会がありますので、お友達を、魔法の拍手でお迎えしたいなと思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。